ジェフリー・ホールダーは、ポート・オブ・スペイン出身で、アメリカ合衆国の俳優、声優、ダンサー、演出家、デザイナーである。1930年、ポート・オブ・スペイン・トリニダード島に4人兄弟の一人として生まれた。兄のボスコー・ホールダーはダンサー、振付師などで知られている。ジェフリー自身も7歳の頃からダンスを習い始めた。1952年に、 振付師のアグネス・デイ・コール・ミルに見出され、ニューヨークへ渡米。その後、ニューヨークを拠点とする、メトロポリタン・オペラ・バレエ団の主要ダンサーとして1955年から1年間在籍している。また、ハウス・オブ・フラワーズという演目のミュージカル舞台で、ブロードウェイも果たし、俳優としてのキャリアもスタート。1957年には、カリブ・ゴールドにダンサー役で出演して、映画デビュー。 1967年には、ドリトル先生不思議な旅などへも出演。1973年に、ロジャーム・ーアがジェームズ・ボンドを演じた、007死ぬのは奴らだ。1982年に映画版のアニーなどへ出演し、俳優としても認知されるようになった。演技以外にもデザイン、演出の分野でも才能を発揮して、1975年には、 オズの魔法使いをオール黒人キャストで描いたザ・ウィズにおける衣装デザインと演出部門の両方でトニー賞を受賞した。どちらの部門においても黒人でノミネートされたのは彼が初めてであった。またドラマデスクアワード衣装デザイン賞も受賞した。この公演は1672回上演された。またそれ以外では独特の声を活かしティム・バートン監督により ロワルドダールの小説が再映画化された、チャーリーとチョコレート工場では、ナレーターも務めている。2014年10月5日、ニューヨーク市マンハッタンで肺炎により死去。84歳だった、アニー用心暴薬のジェフリー・ホールダーさん死去84歳、シネマトゥデー。ありがとうございます。